どうも、しょうやです。エピソード17、結構いいペースで来てると思うんだけど、毎日上げてる方って本当すごいと思うわ。尊敬します。あのね、もう毎日上げてる人ね、短めだと思うけど、やっぱコンテンツまとめる力もあってですね、すごいと思うわ。あ、出た、頭。ということで、邪魔しないでおくれ。いつもね、動画撮り始めると、キュッ出てくるんだよね。まあ、夜とか多いんだけど。ってことでですね、何をしてたかというと、一応ですね、こちら、あんた、お目目どうした影持って入れるとお目目ないのか。すごい水が綺麗なんですよね。あそこね、あの、サンゴ入れててよかったなと思います。で、ここね、トーチがたくさんありましたよね。トーチね、全部取ってしまいました。ということで、いつも通りですね、かぼちゃランタンを床に埋め込んで、ちょっとまあポコってね、地面から出てるような感じがしますけれども、トーチ直置きよりかはね、全然見栄え良くなったんじゃないかなと思います。ということで、ここも伸ばす予定なんですけど、まだそれはちょっと後かな。ということでですね、一生懸命バックグラウンドで作業をしていたんですけれども、なんか Windows のアップデートが入って一回止まったおかげかどうかは知らないんですが残念ながらね、そのファイルにアクセスができなくなってしまって、くそー、動画外作業となってしまったということでね、ちょっとこの上の部分も、少し手を加えました。本日やろうかなと思っていることに関係しているので、ちょっと先に触れておきたいと思います。こちらの方にですね、自宅を建てようかなと思っていたんですけれども、ちょっとね、サイズが結構大きいので、ちょっとそれはやめてですね、せっかくなので、うわすごいなお前ら、夜になるとすごい勢いで湧いてくるからね。倉庫を建てようかなと思ってね、ちょうど私が想定してたね、大きさにぴったりなんですよね。なので、もう荷物がね、溢れに溢れちゃっている状態なので、どこだお前、こっちか、はい、ってことで、それを今日やっていこうかなと思います。自宅どうしようかね、そこの灯台横の家にくっつける。自宅でも地下使いたいんだよね。ちょっと自宅地下でやりたいことがあるんですよちょっとね、位置を調整しつつ、ここもね、もう少し伸ばす予定なので、まあここら辺に建ててもいいかもしれないね。この横、倉庫の横とかね。あとはね、このこのこっちの下のエリアに降りる階段が欲しいなと思って、ここら辺の壁ぶっ壊してですね、一つなんか階段に変えちゃってもいいかもしれない。あと両サイドから降りていけるような感じね。このね、倉庫を建てる予定地には、一応このブロックでマーキングしてあるところら辺に建てよう、結構大きい建物なんですよ。チェストいっぱい置きたいんでね。でこの余ったところは、あのウォークウェイとして残してですね、階段でこのところに降りられるみたいな感じでもいいかなと思ってるんですけど、接続が難しそう。またどうしよう考えてます。1マス出して階段出すか、ちょっとそこはね、後で悩みたいところでございます。で、何の作業をしてたかというとですよ、ネザーの方なんですよね。前回このね、消灯可能なネザーゲートを設置したんですけれども、そちらの方ね、でこちらの地上世界のゲートの座標がね、きっちり、定まりましたんで、ネザーの方にも、正しいロケーションにね、移し替えるというお話をちらっとしました。でそこが空中になりそうなんで、そこの周りをね、ちょっと装飾してたりしてたんですよ。で、囲んでね、ガストとかに撃たれるんで、その部分を撮っていたんですけれども、残念ながらなかったので、ちょっとまあ完成形をお見せする形になります。ちょっとネザーは暗いんで、シェーダーをオフにします。さあ、ということでネザー行ってみましょう。いやー、頑張って作業したんだけどな。まあ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 いいけど。はい。ということで、ここがね、天井、ネザーの天井より下のエリアの、第一ハブみたいな感じにしようかなと思って、まあいつも通りオーソドックスなね、装飾でございます。キーとね、原木と、あとはこれライトソース取って、ランタン置いてみたいな感じでね。真ん中の方はちょっとつまらないかなと思ったんで、ゲートポツネンってあるだけだよね。ちょっとコンクリートとか使って装飾をしておきました。ネザーは暗くなりがちなので、天井にはですね、白を基調とした
コンクリートとこれなんだっけ、戦力岩のやつかな、戦力岩とあとはクォーツを散りばめた感じみたいなのを置いておきました。かなり明るくなったんじゃないかなこれがね。ネザーらしく ないものをねいつも目指すようにしてますので、ということでですね、前回作ったですね通路完成 してます。はい、ここね、なんていうのトンネルかな、うん、ここちゃんとね、これで分かるようになってますけれども、ブレイズの、トラップまでね、乗っていけますよと。でその対角こっち側にはねまだ建築はしてないんですけれども、これねちょっと高い、さっき言った通り高いところにあるんですよほらね。最初のゲートが設置してあったところがそこね、そこよりちょっと高いところにあると。でここからね階段をつなげてまた降りていけるようにしてもいいんだけど、あのクォーツとかね、ネザーライトの採取場がねかなり下の方に作りましたが、そちらにアクセスが簡単にできるようにね、こっちも駅スタイルにしてですね飛び乗れば、連れてくれるみたいなね、ことを後々やりたいと思います。まだね、ネザーライトも、まあ、足りてますし、今後ね、増やしたいなと思った時、あともしくはなんだっけTNT でね採掘しようと思ってるので、それを使うときにまとめてアップグレードしようかなという風な感じでございます。あとこちらはですね、もしかしたらまあそうですね、あっちのなんだっけ要塞、通常の要塞を使うためにですね、なんていうの空中歩道みたいのを建ててもいいし、ここにまあ駅設けてね、こっち側もあのトロッコスタイルで行ってもいいしと、ちょっとどうしようか考えているところです。建築途中にねガスとか出てきて、この木丸出しだとね燃えちゃうんですよ爆発して。あとあっちの方からね遠いところからピュンピュン火の玉を飛ばしてくるアホどもがいるのでここが燃えて火事になっちゃうんで、一応ね囲んでありますこれでね。はい、ということで、ここに乗ってみましょう。いやこのね装飾が大変だったね。でこう降りてグイーンと下がって、あとはね、乗ってるだけという感じでございます。距離はねトロッコはねやっぱ150マスぐらいが限界ですね。これ以上長くなると乗ってる時間が長すぎてね、逆になんかかったるがっちゃうね。ということでここまで着くようになりましたという感じになっております。はい、ということでですね、前回のねエピソードでヒイラギさんね、が教えてくれたですね改良点を元に建築をした形になっておりますけれども、あのクリエイティブで試したところはうまくいくんですよかなりね。ただ装飾をしたりね、ちょっと今お見せしますけれども、装飾したりこの登ってきたりするところを追加して建てるとですね、おおお前この子にのか、ここにもね向こう側と全く同じ回路を入れております。ってことで、向こう側で成功したものをこっち側に移植しようとしたらうまくいかないんですよ。最初にやったところはね、ここかな？このブロックのところにボタンがついてるんですけども、このブロックの上かな？で、そこに頭をはめてしまう。ここら辺にね、中途半端にこのストップピストンに乗った状態で上に押し上げられてしまうため、ここにはまってですね窒息ダメージを受けるような状態になってしまったので、1マス伸ばしてさらにスピードを落としてみたいなことをやってると、今度は弾かれて戻ってきてしまったりね。なので遅延数とかを調整して、あとスピード、トロッコのスピードをうまく調整しないときっちり今みたいにね登ってくれないっていうところのが難しかった。結局 3,40 分で頭を悩ませて、ここの遅延を1増やしたりとかね、減らしたりとか、今減らしてますけれども、教えていただいたところもね、こちらね、ちょっとこんな形にして遅延数を1減らしてね、調整したところをうまく乗ってくれるようになりましたんで、どうやらここら辺にねブロックを装飾、中が見えないようにねつけた形になってしたんですけれども、それもいけないみたいなね、なんかブロック反発見えないんですけども、ブロック反発でなんかスピードが変わってるのかもしれない。ってことで、これがここのタイプの完成形となってます。向こう側はねまた違うんですよ、この数とかここの数とかね、ここにもこれないですし、ってことで、ちょっと中級者向けですね。その調整がギターのチューニングみたいなのやらなきゃいけないちょっとめんどくさい。
うん、ということで、まあ、でもかなりね、できてしまえばですね、かなり便利になりました。ちゅうことでですね、今日は倉庫を作っていこうかな。荷物の準備をしてまいります。さあ、建築に必要な資材を取ってまいりました。ということで、建築始めたいんですけれども、しやすいようにね、ちょっとマーキングしておきました。ネザーの方で使ったこの白樺の原木とブラックストーンのコンビがね、なんかすごい好きなので、ちょっとこの建築物でもね、地上の建築物でも1個使ってみようかなと思って、今回は外装はこの2つのブロック中心にしてやっていきたいと思います。まあ、倉庫になるので、あんまりこだわった外装っていうよりかは、なんか多分ね、学校みたいな感じになると学校ね、学校 の四角い感じね。なので、むしろですね、内装の方のチェストの配置とかにこだわりたいところですので、外装はおざなりになる可能性があります、ということでですね、どうしようかな。まずはちょっとね、1マス上げようかなと思ってるんですよ、建物の内部はね。なので床のブロックが、そうね、こういうこんな感じで来るっていうことですね。床は、今回は安山岩と石のこのミックスでいこうかな。どうしようかな。で、もう一つはですね、チェストの配置を決めないといけないんですよね。ここが正面の入り口になる予定です。多分ね、2つのドアは、管理がしづらいので、1つにちっちゃいドアにします。で、1つのドアから帰ってきたら、もういきなり両サイドにチェストあっていいかな。奥も利用できるように通路を真ん中に設けて、奥のレーンに、侵入できるようにすると。さあ、今回のチェストの配置はこんな風にブース方式にして、この2列だとね、ここに額縁を置けば、ここの隣にね、アイテムが何入ってるか分かりますし、こっち側にもね、同じく額縁を置いて、チェックすることは可能です。ただここが問題だね。ここに額縁を置こうとすると、これが邪魔するわけだ。ってことは、ここは普通のブロックにしておいた方がいいかもしれないですね、もしかしたら。なるほど。ちょっと配置考えないといけないね。あとは高さどれくらいにするかだよね。いつも4段ぐらいにするんだけど、これだとね、すごい見た目もいいし、アクセスも しやすくなって、私は好きなんですが、問題点はあんまりチェストが置けないことなんですよね。ってことで、そうね、やっぱり、ちょっと上もう一段高くしますか。あとは夜になるとまた天敵がやってくる、私は。ちょっと5段にしてみますね。はい、こんな感じにしまして、そうしてアクセスがどれぐらいしづらいか、まあ大丈夫かな、5だったら。OK、じゃあこうしておきますね。で、あとでちょっとこの色を変えておきたいと思う。はい、奥の方のね、チェストブースは、3つこれがね、入る予定になりました。3つですね、3つ入って、これだけだともったいないので、ここを通路ね、多分 4マスぐらいにした方が、広さ的にはいいと思うんだよね。ちょっと床敷いちゃいますね。さ、左右対称にするつもりなので、ちょっと右側のね、レイアウト先に考えてしまいましょう。そしたら左側ね、移植すればいいだけなので、こちら側も対面はね、同じにしようかなと思っております。なので、ここにチェストが入る感じかな。そうですね、ここにチェストが入るのはいいんだけど、向こう側、こっち側にもね、同じようにね、見えるやつを入れたいので、サイズ的に大丈夫かどうかだけちょっとチェックして、こうしますよね。でこっち側にも同じく、これと同じもの立てるんですけど、あと横か、横にもあるね。ただ横にはビッグチェスト置こうとすると、あー、ダメだね、入らないね入らなくなっちゃうね。さあ、横なんですけれども、横はなんかモンスターのドロップ品とかを個別管理できるような樽を置いといてもいいかもね、こんな感じでね。あ、悪くないんじゃない？これ全部樽にする？
ちょっと全部樽にしておいとくね、とりあえず。後で考え、後で、うん、こういうのコロコロ変えると思いますけれども、あ、悪くないんじゃないかな。食べ物とかでもいいかもしれないね。なんか個別管理ができそうなものをアイテムをしまったって、鎧とかね、こちらも同じようにいけるっていうことかな。うん、数的には同じだからね。これだったら別に干渉したりすることもないでしょ。地味にね、これすごいいい改良点ですよね。チェストがね、隣同士で置けるというね、なんか最近始めた人からしたら当たり前かもしれないんだけどずっとね、トラップチェストを置かないといけないという悪夢がありましたからね、交互に置かなきゃいけないというね。 OK、 じゃあこれで大丈夫かな。あ、 OK、 そうですね。さあ、右サイドの、区画分けが終わりました。外からは見えませんので、こういうところは別に何もしなくていいんですけど、モンスターが湧かなければ。ここにね、壁が来て、そうだね、ここにちょっと 2×5 ぐらいの窓入れてもいいかもしれないね。ということで、かなりね、広々とした、サイズになっております。片側にですね、ここ1つのセクションで10個のビッグチェストが入るんで、1、2、3、4、5、ここで50個ですね、ビッグチェストで、さらにこっち側に2つありますので、全部で70個、片側70個なので全部で140個ラージチェストで、さらに、ここのサイドを埋める、樽が、10個、20個、30個、40個と、まあ十分じゃない？とりあえず140個もあれば、とりあえずアイテムね、今溢れている分ぐらいは、全然収納できるはずです。今シーズンはね、シュルカーを使ったチェストシステムを導入したものを後半立てられるといいなとか言って思ってるんですけれども、シュルカーボックスを使ったね、システムは大変便利な一方で、シュルカーをどこから持ってくるかという問題が生じるわけですよね。シュルコ200個とかだったらね、全然から2、300個、400個ぐらいだったら、まあ5時間ぐらい頑張ればなんとか見つけられそうですけれども、シュルカーベースとなるとね、シュルカー2000個とか1000個とか普通にないとダメなので、それを考えるとね、やっぱりシュルカーをどうにかしないといけないんだけれども、考える方法としてはね、古来からあるデュプリケーショングリッチ、ね、ゾンビにシュルカーボックスを、シュルカーがいっぱいになシュルカーの殻でいっぱいになったシュルカーボックスをゾンビさんに持っててもらって、エンドポータルに入ってもらうと。で、入ると同時にゾンビさんはラーバブレードかなんかに当たって焼け死ぬってことをやるとですね、こっちのオーバーワールドの方のね、ゾンビさんは、死んでですね、お肉とか、手に持っていたアイテムが下に落ちるわですけれども、死んだと同時にね、エンドポータルに触れてるんで、生きている分体がね、エンドに生成されるんですよ。しかもシュルカーボックスを持った状態ね、ってことを使うとですね、一応まああれですね、シュレディンガーの猫みたいな状態になるわけですね。思考実験の一つ二つの世界にね、存在するってね。で、オーバーワールドの方は死んでしまうのでそのままいいんですけども、あとはエンドの、ね、ゾンビさんを倒してあげれば、シュルカーの殻が詰まったシュルカーボックスが二つになるっていうね。それは多分ゾンビさん使う場合は、近くにエンドポータルの近くにね、ゾンビのスポーナーがあれば、それいけるんですけれども、あんまり遠いとね、トラップタワー作らなきゃいけないから、それのために、もっと簡単なのは、イルマンゴさんがやられていたようなですね、なんだっけ、ラマとか荷物を、馬とかね、荷物詰め込みますよね。多分馬はちょっとかわいそうなんで、ドンキっていうのかな、あれ なんていうのあれ、馬とロバの組み合わせたものみたいなね、ああいうのにチェストをつけてね、
つけた状態で、大変申し訳ないけども、またエンドポータルに突入していただいて、ラーバブレードに当たるとね、溶岩のブレードに当たってもらって死んでもらうと。うん、でそしたら中身がね 2倍になるというグリッチを使えますので、それでシュルカーの殻だけはもう増やしてしまってもいいかもしれないね、うん、シュルカーの殻2000個集めてくださいって言われたら皆さんどうしますあの律儀に取りに行きます。私はちょっとそんな時間ねえな、多分 10時間ぐらいかかるんじゃないの。周囲1万マスぐらいは調べないとダメだよね。 OK ってことで、ちょっとここ、左サイドもパーッとやっていきますね。長々と作業をお見せいたしましたが、今回はね、巻末特典といたしまして、前回の動画の最後の方でね、作ってみた小透式のネザーゲートアップデート版の作り方、ご紹介しておきたいと思います。動画内で採用した、ネザーゲートは、ちょっとね、通常サイズより大きいものでしたので、通常サイズのね、あの方で、作るとですね、まあ、こんだけコンパクトになるんで、その作り方ね、ちゃちゃっとやりたいと思います。右側の方2種類用意したんですけど、右側の方はネザーゲートちょっと隠したバージョンになっております。紫色がね、私みたいにちょっと気に食わないよっていう人はね、こんな風に、ネザーゲートの前に1ブロック出していただいて、任意のブロックね、壁のブロックに合わせるなりしてね、ちょっと隠して、こっち左側の方はね、ちょっとオブザーバーが見えてしまうんですよね。ちょっとブロック合わせてここを配置しても、オブザーバーだけちょっと浮いてしまうんで、それが気に食わないという方はね、こんな風にディスペンサー2種類、2種類というかね、並列で置けるタイプご用意しました。さあ、ちゃちゃっとやっていきたいと思います。まずは丸見えネザーゲートの方から作っていきたいと思います。今回の入力はネザーゲートに直接ね、レバーを刺す形になります。レバーを刺していただいた黒曜石の後ろ側にね、上向きの粘着ピストンを設置してください。ここじゃないな。高さ気をつけてくださいね。ここかな？はい、そうですね。で、そしたらですね、オブザーバーを、信号が出る方をね、ネザーゲート中心部に向くように、設置します。で、そしたらですね、その横にですね、ディスペンサーを一機。はい。で、次にですね、ちょっと支えのブロックを置いていただいて、斜め下になるようにね、ディスペンサーを、設置してあげてください。そしたら後ろ側また戻ってきていただいて、このね、最初に置いたディスペンサーの上にレッドストーンリピーターを設置します。こちらの方は2回クリックの、3遅延となっております。遅延数気をつけてください。そしたらですね、最初に置いたディスペンサーの隣に空いてるところにですね、下向きの、オブザーバーブロックを設置します。で、最後にですね、その上にレッドストーンダストを設置してあげればもう終了なんですね。めっちゃ簡単でしょね。ということで、最後になりますけれども、火打ち石と火打ち石と内がね、を左側のディスペンサー、右側のディスペンサーには溶岩入りバケツを置いていただければ、もう終了となります。あらららららということで、火打ち石と内側ねと、溶岩バケツ入れましたので、これで、つくようになると思います。最初の1回はね、ついて消えるという動作をしますけれども、2回目からは、ちゃんと動作すると思います。こちらのタイプは、小型化を目指しているので、このオンオフのね、レバーのオンオフが、逆になっております。オフにすると点灯して、オンにすると、ね、消えるという形になっております。そちらの方気に食わないよという方は、こちらのね、隠した方を採用してみてください。次は、こっちのね、ちょっと見えにくくなっているタイプの作り方をご紹介していきたいと思います。まずはですね、ディスペンサーを設置しちゃいます。
こんな風にですね、支えのブロックを置いていただいて、今回は、ディスペンサー上の方上段にね設置したいと思います。出ていたね支えのブロックを削っていただいて、入力ブロックの後ろね、回ってきてください。そしたらね入力ブロックの後ろにトーチさせていただいて、その上にブロック、トーチの目の前にもブロックで、もう1ブロック設置します。その上にですねダストを設置してください。2マス目まで出したところにですね上向きの粘着ピストンを出します。で、その上にですね、信号が出る方を、ネザーゲート中心部向くようにね、オブザーバーブロック設置します。最初に設置したディスペンサーの後ろに、ブロックを設置して、その上にリピーターを置きます。でこちらの方も向こうでやった通りですね、2回クリックの3遅延となっております。向こうとちょっと違ってですね、オブザーバーをリピーターめがけて設置します。そうすると、矢印ね、私のテクスチャーパックだと矢印ついてるの分かりやすいですけども、同じ方向を向いたディスペンあオブザーバーがね2つ連なると思ってください。で最後にですね、この2つ目のディスペンサーの横にですねこんな風に2マス出していただいて、その上にダストを置けば、終了となります。で忘れずですね、左側の、ディスペンサーには火打ち石と内金、右側には、溶岩入りバケツを置いてあげてください。でそしたらですね、こんな風に、使えるようになると思います。ということで、今回はここまで。次回ね、倉庫の内装とかやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。